赤沢昭一は、日本の通産官僚。日本貿易振興会第6代理事長。戦後初の国産旅客機 YS-11 の、生みの親と言われる。1969年通商産業省中工業局長を退官後、1973年、富士通入社、同社専務、1976年同社副社長。 1981年同社副会長を歴任。1989年同社を退任。1983年9月から1989年12月の期間に日本貿易振興会理事長を務める。学位は法学士。称号は米国コロラド州名誉州民。岡山県出身。大阪高等学校卒業。 1941年12月、東京帝国大学法学部卒業。1942年1月7日、商工省入省同期入省で、諸角義彦がいる。同年同月20日海軍経理学校入学。同校卒業後、戦艦比例に、主警官として着任し、ミッドウェー海戦、第3次ソロモン海戦に参戦。 1945年11月に商工省復帰。1954年4月防衛庁調達実施本部に出向し、調達課長を経て、1955年通産省中工業局航空機課長に就任。在職中、財団法人輸送機設計研究協会を設立させ、YS-11 の開発に尽力した。 1959年経済企画庁調整局、調整課長、調整局長を経て、1969年通産省重工業局長に就任。1971年通産省を退官後、1973年1月、富士通、日本貿易振興会、世界平和研究所に勤務。また中曽根康弘のブレーンとしても知られた。 2002年9月29日、多臓器不全で死去。長男は歴史学者で立命館大学法学部名誉教授の赤沢志郎。国立学校設置法及び学校教育法の一部を改正する法律不足。ありがとうございます。